毎年赤ウミガメが上陸産卵する世界でも数少ない海岸として知られる三重県の七里御浜海岸。毎年5月ごろから始まる産卵シーズンに備えて、今日家族連れなどが清掃活動を行いました。これは海岸に面した道の駅紀宝町ウミガメ公園が主催して毎月第4日曜日に開かれているもので、ペットボトルや発泡スチロールなどおよそ10袋分のゴミがわずか30分の間に回収されました。カメが産卵できる場所を増やしていきたいなと思いました。会場にはウミガメとの触れ合いコーナーも設けられ、子どもたちがその大きさにびっくりする様子も見られました。